おお、いいね。いいね。あ、待って待って、白田っぽいの。そうそう、マジ。皆さんこんにちは。観音崎博物館のジョーです。久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。今日我々はですね、我々とあと市原パイセンとでちょっと横浜市某所の秘密の森に潜入する予定だったんですが、はい、市原パイセンが連絡つかないと。消えました。はい、また。でもまあいつものことなので。はい、我々は彼を置いて森へ入りました。入りました。はい、タイ人になるんだっけ？タイ人になりません。タイに行きます。ジョー君これからタイに行くそうです。親のお仕事のお付き添い。なるほど。こっちの方もじゃあちょっと動画スマホで撮ってきてくださいよ。ちょっとだけは撮ってきます、うん、多分あんま撮りすぎると容量がえぐくなった、うん、あ、なるほどね。なんかあれじゃあビデオ1個渡しとこうかな。あの、ハンディカムのやつ。あ、でも自分で。まあ俺カメラワークとか得意じゃん。はい、まあいいや。というわけで、じゃあちょっとこの秘密の森でクワガタの調査をしていきたいと思います。いやー、だんだん暗くなってきましたね。そろそろいい時間なんじゃないでしょうか。もうまだ夜前だけど汗だくだね。ノコギリクワガタです。木から落っこってきました。そして潜ってきました。だからまあ我々はこんな暗いのにもかかわらず今日もヤブコギです。顔がジョー君と二人になるとヤブコギしかしねえな。久々に会ったにはまたヤブコギです。ひらたいた。結構でかいやつ。あ、立てないここ。そうそう、立てないね、ここ。じゃあ落ちるね、ここ。いる？見えて。います。意外とそこそこでかい。そこそこ、50あるかないか。お、多いね。ケツに刺さったけど。ひらたいやだです、絶対。顎がこっち向いた。おお、いいね。あ、出てくる。出てくる。おお、結構でかい。50。ないか。40。ないか。50はないけど、立派な横浜の日だったですね。45、6です。素晴らしい。素晴らしい。おお、いいね。やっぱりこの顎の短い関東の日だ。素晴らしい。この場所は絶対誰も分かんないよな。絶対来れないな。俺たちめちゃくちゃやぶこぎしてるもん。ここだよって言って教えたところで教えたところで分かんないね、これは。ここが過去に平田がいた木です。じゃあお願いします。いるか、どう。あ、筋くわ。筋っぽくない？え、クワガタじゃなくない？違う、筋クワガタだ。筋クワだよね。おこれはちっちゃい。メス？メスなんかサイズ感がネブト臭い。嘘。いや、わかんない。いや、なんだオス？ネブトじゃないけど。スジクワの。スジクワだ。超ちっちゃいオス？このサイズ感でこれ。超ちびオスじゃん。超ちびオスだね。おお、いいね。いいね。あ、待って待って、ヒラタっぽいの。嘘嘘。マジ。そうそうそう。おお、クソでかい。でかい？でかい。あ、でも50は、あ、どうなんだろう。いや、50あればでかいよ。実際出たら意外と違うっていうのが、うん、ここはだったりして。いや、あ、この感じは違うと思うんだよな。叩いてもみじんも動かない。マジマジか、すごいな。オスかメスかかんない。オスだと思うんですけど、この顎の出っ張りが、顎が長いっていうのしか見えなくて、横向きですごいのが出るよ、これ。いや、どうなんだろう。視聴者の皆さん、すごく期待をしております。どっちだ、お前。横、顎見せて。横向いてんの。横向きでぶっ刺さって、なんかぶっ刺さってるか、はまってて。はまってる。どれ？一匹だけ？一匹っぽい。苦戦しています。引っかき棒がありながら、これは相当、がっつり。しっかり入ってますね、これは。でもサイズ感的にこれがココアっていうのはないと思う。マジか。でかすぎる。これがココアだったら、と視聴者の皆さん期待して良さそうです。本日2匹目のヒラタ出るか。刺さってて取れなかった。一回見せて。ヒラタだと思うよ。
横向きだけど、でけえ。うん、ヒロトでしょ、これ。ヒロトでしょ、これ。でかいよ。でかいよね。でかい、でかい、でかい。マジで。ヒロトでしょ、これは。50はあると思う。これ、なんとかなんないの、これ。いや、なんとかします。マジ？え？出た。出た。ででん。ココア。ココアだ。でっか。でかっ。50いってんじゃん、これ。でけえ、でも。ちょっとこれも持って帰りたくなっちゃうね。これは持ち帰り。持ち帰りですね。でかいな、それ。さっきの平田よりでかいじゃん。先ほどの平田よりも大きなココアです。長さが長いですね。こっちが平田。ほら、ココアのが長い。割れ目にノコギリクワガタが入ってます。はい、ノコギリクワガタは意外と割れ目にも入ってきます。コクワがいます。あ、なんか落ちてきた。カナブンだ。カナブンだ。飛んでった。カナブンが落ちてきました。コナラですね。絶対いると思ったんだけど、カナブンしかいないですね。おかしいな。いい木ですけど、入る穴がない。上向いちゃってんのか、全部うろが。この通り上を向いてると雨の水が入ってきてしまうので、あんまりクワガタは好きじゃないですね。うーん、樹液がすごい出てんだけどな。いないね。ノコギリがついてますね。いい感じでついてますね。ちょっとやらせっぽい感じでついてますけども。やらせっぽい。別に言いました、それで。枝先についています。赤樫のちっちゃい木でしょうか。次はここです。クワガタがいたそうです。見えない。これ邪魔。どっか行った。穴がいくつかありますね。見えねえ。見えないか。入ってたクワガタの正体も分からず。どこに入ってたの？ここ。あそこか。ああ。深そう。ちょうど見えないのか。下からも上からも。ちょっと帰りにもう一回見てみようか。平田かココアかって感じだね。あ、でも動き的に多分ココアなの。ココアか。ココアのが身軽にさ刺さっていく。弓足、ゴミ虫、ダマシです。これは横浜ではすごく貴重です。素晴らしいです。ジクワガタがこんな枯れた木にいました。入ってた。産卵だね。多分入ってたね。うん、入ってた。産卵に来たんでしょうね、きっと。上の方にでかいのがついてます。ちょっと待って。どこどこどこ。ああ、これか。本当だ、でかいね。おお、でかそうだね。いや、これで届くか。ああ、届かない。いけそう、いけそう。もうちょい、もうちょい。もうちょい、もうちょい。ああ、上上がっちゃう。ちょっと動いた。あ、動いた。当たった、当たった。いけそう、いけそう。怒ってる。平田臭い。平田臭いね。でかいぞ、結構。サイダーパワー。来い。あいつ、すげえしぶといな。あ、やばい、やばい。お、でかい、でかい。え、ここ。あ、やばい。待って。上に上がっていってしまいました。マジで？でかいの入ってるぞ。オスか。いや、メスか。あ、こうか。これ頑張って掘り出して、ノコギリのメスとかだったらやだね。でもヒラタなのかな。でも丸っとしてるよ。でも顎がなさそうなんでメスで確定だけど。メスか。でかいな。でかいよね。え、顎ある。オスか。あ、ヒラタ臭い。お、ヒラタかも。2匹目。しかもちょっとでかい。いや、頭ケツは入ってていいんで。あ、うん、頭を出してほしいんだよな。結構頭から潜っちゃってるね。さっきと同じ状況だ。上からもなんか出てきたの。え、ここか。そう、ここか。びっくりした。あ、なんか戦ってる。いろんな中で同時多発的にいろいろ出てきた。上はここはですね、ちょっと落としますね。あ、ガッチリ入った。
結構頭突っ込んじゃってるよね。ご覧ください。ああ入っちゃった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 。あもうこれ以上いけないっす。これ厳しいね。これ結構きつそうです。ちょっと厳しいわな。あ浮いた浮いた。本日2匹目の日だと出るのか。いやでもヒラとヒラとヒラと絶対マジマジマジ。おお来た来た来た。おお来た来た来た。おお来た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 。どこ行ったどこ行ったどこ行った。いたいた。おお。ヒラと2匹目。本日2匹目のヒラとです。筋かじゃねこれ。あ上にいたやつ筋か。あ筋クワだ。筋クワか。しかもペアだ片方。おお。筋クワバーサスコクワしてた。ここじゃあこの木チェックですね。おーすごい、スジクワとヒラタ一緒に見つけました。じゃあこいつはまあちょっとマーキングして逃がしてあげますか。一丁前にやり合ってたのはなんとスジクワ型のオス同士でした。一匹のメスを取り合ってたのね。多分メス取りバトル。かわいい戦いでしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうした久しぶりのフィードは。久しぶりでもないのか。勝手に行ってんのか君らはね。勝手に結構行きますね。なるほどね。まあでも横浜平田2個体すごいですね。結構ガチで俺たち頑張りました今日。はい、ということでこんな都会でもガチで頑張れば取れますということで、じゃあ皆さんジョー君またこれから移ってくると思いますので、出ますよ。引き続きよろしくお願いします。お願いします。では皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。